画面の前の皆様、こんにちは。村人 Q でございます。本日はデッドバイデイライトサバイバーの方をやっていきたいと思います。今回はアーカイブで都会の逃走術を使って2回キラーを巻くという、それをね、やっていきたいと思います。というわけで、アザロフの休憩所をやっていきましょう。さあ、早速あそこに誰かいますね。さあ、回していきましょう。で今回オブセッションなしですね。今回のパーク構成は都会の逃走術左ですね。で上が平常心、発電機がつくたびに足跡が消えるってやつです。そしてダンスウィズミーは窓枠を急いで乗り越えたりすると足跡が3秒間消えるってやつですね。でしなやかは、窓枠とかを乗り越えた時にめっちゃ速くなるっていうやつです。トラッパーか、あ違う、クラウンだ。いやクラウンだったらね、こっちやった方がいいと思う。あれ真ん中残しといても左右でこう残ってさえしまえばあれだから、真ん中を警戒させるっていう意味でもやっぱね、真ん中このマップ回さない方がいいと思うんだ最初に。まあ完全な持論ですけどね、私の持論ではその最初に真ん中回すのはNG だと思ってる。まあ最初じゃないけどね。まあ先に1個ずつ片方ずつつけてからかな。あの破滅ないよ。破滅、おリーダーついてる。そう、最近なんか感じたんだけど、リーダーつけてるとめっちゃ速くなるんだよね。この前なんか地下救助の時に釣られてた人がリーダーつけてて、結果全逃げっていうね、ことがありました。めっちゃ早かった救助。さあ、とりあえず1台ずつ完了ですね。小さ判定、小さ判定、小さ判定、やば。オッケー。どこ行ったんだ。見える見える見える。よいしょ。おいいね、しなやかプラスダンスウィズミーが効いたよ。平常心、あれ平常心ってあれだっけ、最後だけだっけ。でここ1台回して向こう1台回ってると思うんで、多分もう2回、あー OKOKOK。 じゃあこっち1台回せば、あそこと真ん中と、あ違う、真ん中が回ったのか、向こうに2台で、こっちに2台で残ってるんだね。こうなるとねキラーは終わりです。はい、あのフレディ、ヒルビリ、デモゴルゴンあたりじゃないとね、あのこの、あとブライトか、この距離は勝てんぜ。さあネアが早速切られていっております。このマップね、サバイバーで苦手って人多いと思うんだけど、やっぱりね、あのつける順番よね。で結構ね固めても距離あるから、まあ、いざね4人残ってるんならもう固めても大丈夫です。なんとかなります。一部例外除いてね、一部例外的なそのワンパン持ちとか爆発力のあるキラーとかを除けばね。あ、平常心使えてるね。ということは、あクラウンがいね、見つかったわ、すまん。よいしょ、オンラインスケジュール。
ん？まやかしい。向こうおったね。じゃあ向こうに多分ネアたちがいるから合流してね、イチャコラしましょうか。ちょっとこれ短いな。もう一本なんか、もう一つあのアーカイブ残ってるんだよね。もう二つか、二つチャレンジあるんだけど、もう一個は時間かかりそうだから、スマチャク使ったやつにしようかな。つなげようかな。うわー大混雑。やべ、これ無理だ。板間に合わねえ。やらかした。まあまあまあいいや。つくノーワン臭いな。まやかしは多分積んでるんですよ。でまやかしと何かでゲート向こうだっけ、向こうと向こう、ちょっと1個見てなかった。あーすげえ。いやー離れろ。オッケー、さあ距離を取っていく。いたこ足はないね。木村ちゃん、木村ちゃん、なんすい、やばい、助かる、めっちゃ助かる、ありがてえ。ずっとナンシーの後頭部がチラチラ映るんだけど。肉壁に入ってもらってる時ってこんな感じなんだね。よーし逃げよう。いやでもスマチャクアーカイブもあれか、高所から3回落下しないといけないんでね、チェイス中に。なんか難しそうな気がしてきた。まあいいか今回これで。というわけでイタチ、マヤカシ、ささやき、バベチリか。というわけで今回は達成したよね。あ、OKOKOK、パーク都会の逃走術を使って2階の追跡を逃れるというやつやっていったら、思った以上にしなやかとダンスウィズミーが良かったっていうね。平常心はまあ微妙。というわけで短いですが今回はまたね、沼にはまらないうちに終わろうと思います。というわけで、ご視聴ありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録いただければ幸いです。それではまた。